クルーンとクルーンとさせております。おはめラブ、おはめ俺とデート俺とデートじゃないよないよとか言って今日はめっちゃですね、食べ放題に行ってきますいやダイエットとはって感じなんですけど、ずっと行きたかったね、久しぶりに。いや大学生の頃とかはよくスイーツビュッフェに行ってたんですよ。スイーツビュッフェね。でもこう大人になってからあんまりこう食べ放題って行かなくなったんですよね。だって食べ放題ってね、行かないくない大人になってからわかんない、なんか久しぶりにスイーツの食べ放題に行くのでめちゃくちゃ楽しみです。そう、スイーツ食べ放題、なんかハンバーガーデート、ハンバーガーデートいいね。ハンバーガー大好きなんだよな。たけさんはみちゃった、はみちゃどんデートは内緒ってやん、このシーズンごめん内緒だった。ジンくん初見の授業です、いらっしゃい。ではみちゃった、はみちゃ今日チートデーだよって。そうチートデーめっちゃ食べてこようって思います。行くからにはね、そうゆりだっぱ中止でって言って一回ね、めっちゃ放題何めっちゃ放題って、ケンタ食べ放題の店、ケンタ食べ放題ってどんくらい食べれるんだろう。私多分言うて3個とかな気がするな。一回ミスド食べ放題行ってみたいんだけど、多分ミスド食べ放題1500円だっけ。15個もドーナツ食べれなくない。今日行く食べ放題はなんかホテルのビュッフェみたいな、スイーツビュッフェみたいなやつなんだけど、なんかね可愛かった。ちょっと場所は言えないんだけど、今から行くからまた多分写真上がると思うんで見てください。そう、小食なの食べ放題はマイナスでしかないって言って、いやそうそうそう、なんかあれみちも多分食べ放題元がガチれば元取れると思うけどでもなんかあれってなんかその好きなものをこう取る楽しさにお金をかけてるのかなって思えばまあいいかなと思います。それとまあその一緒に行く子はね、まあ、3月誕生日だったんですよ。なのでゆりちゃんのタンプレを買うのと一緒にその子のタンプレも今から早めに行って買ってから会いに行こうと思ってます。まあ何しようかなって、とりあえずデパコス回ってみてかなって思ってます。ハンバーガー大好き、ハンバーガー適し、ハンバーガー好き、ハンバーガーというかマックが好きですね。めっちゃぷくぷく計画太っていっちゃう、マスクはめちゃった、はめちゃ、ケンタ食べ放題とか食べれちゃうまあ確かにケンタはね、ケンタだからね、めっちゃ今日元気と元気だよ。めちゃお姫大姫、めっちゃの手では食べ放題のことだと、うわちょっと食中毒気をつけます今ちょっとお熱出した、え大丈夫、タンパー出したいから紹介してって言って、紹介して紹介したい、紹介したいけど、その子はねどんな子、あその子はすごい経歴があって、とあるゲームの中でナンバーワンの子なのよ、まあ、とあるゲームナンバーワンって言ったら、まあ、バレちゃいそうだから、ざっくり言うと、まあ、女性向けゲームっていうのかな、まあ、いわゆるイケメンキャラがたくさん出てくるゲームがあるんですけど、そのゲームの中の課金者でナンバーワンだろうすごいよね、本当にすごいの。なんか
全額、でも今は違うらしいんだけど、実家暮らしの時だから当時大学生の時かなは、なんかあれ103万の壁みたいなのってあったじゃん。もうなんか親に、親のほら何その扶養を超えたら親が支払うお金が増えちゃうみたいな、そのお金を自分でも払うからバイトさせてくれててそう、でそのために大学留年したっていうすごい経歴のある子なのね。私知り、その子と知り合ったのが20歳くらいの時なんだけど、その子が、まあ、何個もバイトを掛け持ちしてる中の、まあ、1個で一緒だったんだよね。で同い年だったからって言って、あ19歳とかの時かな知り合って、もう今6年目なんだけど、そうすごいの本当に。いくらだっけな、そんなに詳しく聞いたことないんだけど、とその推しキャラの、私が見た写真の中で一番びっくりしたのは、推しキャラの生誕祭があるのために1週間か2週間か部屋を、実家だったから部屋をレンタルして、でそのバースデーセットを作るみたいな、でグッズをもうなんかもうえげつない量のグッズを並べて、等身大パネルドンドンって置いて、でもうグッズもすごい、もうそのキャラだけのグッズで部屋中埋め尽くしてケーキ買ってお祝いするみたいな、プラスちゃんとアプリにもすごい課金する。でもなんか一気に熱冷めて今多分やってないんじゃないかなって思うんだけど、まあでもまだそのゲームは配信してるので、ちょっと今日どうなったか聞いてきます38度4、え大丈夫、明日お腹ぽっこり、は確かに、だけどのホテルのランチビュッフェは美味しいけど高かった。ランチビュッフェ、あのホテルのさビュッフェって高いですよね。私も今日値段聞いてなくて、いくらなんだろうって思ってちょっとドキドキしてるんですよ、うん、ひーちゃんに5000くらい払うようじゃんって言って、確かにやばいやばい、検査しないといけない、一応しときな、今日昼はチンジャオと、わ美味しそう、ガキントップやばいよね、かのもちゃんマジで紹介してほしいそうだから、おた、おす、うん、おたくじゃない、推しへの熱量がすごい子でしたね。なんか本当に尊敬できる本当に尊敬レベル、じゃあよかったら買いますって、おかえり、タナさん見ちゃった、見ちゃう、俺やめちゃい、課金しちゃう、新しい車開いてくすぎて、いいじゃん、それは止めない、親も親だと思う。そうだから両親とはねそんなに仲は良くなかった気がする、多分ご両親の関係あんまあれだった気がするんだけど、そうだから結局お家出て今一人暮らししてんのかな、マジヌーヌーちょっとくれぐれ紹介してくれなくてすごいよ、いいよ、今日ねまだ流行ってるかもね、今あれあざとくなって、嘘、久しぶりって、久しぶりそう、いやでもなんかにねこう熱量を注げるのはすごいびっくり、びっくりじゃないわ、あのいいことだと思うので、そう死ぬ人はほどほどいかれるよそう、うん、なんかバイト中なのかな、すごいエピソードとして、いやバイト中もずっと携帯見てましたね、まあなんか賛否はあると思うし、あの、まあ、店長さんとか社員さんとかからは結構ねこう怒られたりとかしてたんだけど、まあ私は一バイトなんで、何なんかまあどっちでもかみたいな感じだったんだけど、まあその子はバイト中もずっと携帯横にしてなんかやりながらなんか仕事してたりとかしましたね、うん、持続的にちょうどよくして、まあ、それ大事、ネラタイガさんはめちゃった、はめちゃまた結婚した、結婚してありがとう、そうそう、まあまあそういう友達です。まあ面白い友達ですね、私は周りの友達は癖強い友達が多いんですよ本当に僕はよく配信ながら仕事してるよ
てはった、ありがとう。癖強い友達が多くて、なんか癖強くないと友達になれないまであるぐらい、ちょっと癖強の友達が多いんですよ。なお、はみちゃった、はみちゃん。そう、なんかそういうちょっと刺激的な人が結構大好きですね。うん、面白い、本当に何事も程よくって、程よく久しぶりって、久しぶり、久しぶりか、三日ぶりくないね。いや、俺も癖強くなる癖強いになる。いや、めっちゃ元気かなって思いながら仕事してる、本当。直接な、私はめっちゃ友達なれないのかっていや、みんな癖強い待っての刺激与えてますって、刺激的だわみんな刺激的ですよ。まあ、でもみっちょが思うのは、趣味があることでね、その人その趣味があるってことは割とその人の個性を強めてるってことだから、割とみんなは刺激的なんじゃないですかね。癖とか全くありません癖強く今までありがとうございましたって言って、ではご飯作りバイバイって言って、美味しいご飯作っておいで。なんか癖が強くない、健全を受けられてる感じです。本当に美味しい、まずいご主人、うん、なんかじゃあ癖の方あれですかねはみちゃん、ちゃんとおねさましいと入ったね。聞いてくれてありがとう。ゆっくり横になり、癖の方の人違いだと思いますあ、でもめっちゃ癖が強い人が好きっていうのは、一緒にいて楽しいっていうか、面白いなこの人って思える、ん、何、まあ人が、ね、友達になりやすいみたいな感じなので、そうそうそう、あんたんをはみちゃった、はみちゃおう、そうそう、お宅やめて車いじり再開しようかと思ってるって言って、もともと車好きだもんね。髪を耳にかけ上げてよく見てるね。なんだ、面白くなくてもだんだん面白いよ。久しぶりに言うじゃん、おー、いいね、いいね。今日のめっちゃと一緒だ、楽しかった、面白くないから面白いってあ、ガチャ面白いだろそう、こんな感じですね。なんで幼稚園か、幼馴染だ、いいじゃん、いいね、いいね。あ、そういうこと、遊んだんじゃなくて知恵で再会した、面白くない、今までありがとうございました面白いってだけでさ、面白いよほらじゃあみっちょに会いたい病って、ね、もう治すなその病、ほらちゃん治しろ、そうや、勝てないほらちゃんってみんなベクトルが違うからね、うん、なのでこんな感じです。これは沈黙の塊です。沈黙なの、沈黙、一緒にいるとき喋ってくれるじゃん、いっぱい。みっちょは毎回思うけど、ポロちゃんすごいすごい、なんかラブラブしてんだけど勝手に。ケンさん褒めちゃった、褒めちゃった。例えばさ、昨日使った化粧品が合わなくて、こことここ大肌荒れしてるんだよね今。あんま分かりづらいと思うけど、やばい、かぶれちゃった、受け取るこれ入って、愛してる。ウーさん今日マジマシマシでキレイキレイ、嘘、無心仕事中、はい、やば、ニキビもできた、ニキビはね、もうね、ここに1箇所だけあります、もう治るかな、ここニキビはそんなできない、めっちゃ、もうちょっと近づけてみせて、なんちゃ、鼻の鼻つって恥ずかしいわ、みんなやで
やしたい。肥やさないで、もっとありそう。あだあれじゃない使いちゃういやだめだめだめ、ありがとう。ということで、めっちゃ食べ放題行ってきます。ちょっとさ、ストレーラーショックめっちゃも鼻の穴くっつって、アイドルの鼻の穴は、ね、見えないもんですか今恥ずかしいこととか何言いましたら見えなくてよかった。あつひまめっちゃあつひまでした、ありがとうね。ということで、写真撮ってくるからまた後日載せますね。いっぱい食べてきます。ということで、みんなマイマイ。今日の靴下、靴下まだ履いてない私鼻の穴に入りたい冒険家だねじゃあね、めちゃめちゃでした。好き好きちゅっちゅ鼻の穴に嫌だバイバイ、じゃあねー。